いわき市障害学習プラザは、市民の皆さんが自ら高め合い、触れ合いの輪を広げていくための施設です。さまざまな情報を収集する障害学習の拠点として、市民の皆さんが集い、交流、学習などの活動ができる場を提供しています。いわき市障害学習プラザは JR いわき駅にほど近い T1 ビルの4階、5階にあり、それぞれのフロアでご使用目的に合った施設をご提供しています。会議室は大・中・小の3種類があり、ご使用人数に合わせてお選びいただけます。大・中会議室ではプロジェクターやマイクシステムをご使用になれますので、パソコンを用いた会議・講演会等でご使用になれます。研修室ではインターネットに接続されたパソコンをご使用になることができ、プロジェクターで画面を投影しながらパソコンソフトの講座などでご使用になれます。またプログラム講座、パソコンを使用したサークル活動などの会場にもなります。研修室はパソコンをご使用する場合のみご使用になれます。多目的室は床面がフローリング仕様になっていますので、ダンス、体操などの活動でご使用になれます。また机と椅子を配置して会議室としてもご使用になれます。体験学習室は陶芸、手芸、工作などの活動でのご使用に適していて、室内には流し台、倉庫、そして陶芸釜が併設されています。陶芸講座、華道講座の会場にもなります。和室は和室1が30畳、和室2が15畳、合わせて45畳の広さがあり、舞踊や歌などの芸能サークルから太極拳、体操サークル、子ども向けの講座と幅広くご使用できます。また茶室としてもご使用になれます。茶室は水や待合などを完備し、本格的な雰囲気の中でお茶会を開くことができます。定期的に茶道講座を開催するほか、茶道サークル活動の会場にもなります。遊びと憩いの広場では幼児向けの絵本、遊具を無料でご利用になれます。事前予約の必要もございませんので、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごすことができます。障害学習情報コーナーでは障害学習に関わる情報を提供しています。室内の閲覧コーナーでは新聞や雑誌などを閲覧できるほか、インターネットに接続されたパソコンを無料でご利用になれます。また館内では無料の Wi-Fi に接続することができます。いわき市障害学習プラザでは、市民の皆さんの障害学習のニーズに応じた多彩な講座を開講しています。パソコン、体操、陶芸、華道、茶道、語学、歴史など、毎日の生活がより豊かになるきっかけを提供しています。いわき市障害学習プラザでは当館を利用している朗読、講堂、水墨画、コーラス、俳句など様々な分野のサークルが講師となり、市民に向け楽しく充実した講座を開催しています。障害学習プラザでは語学、パソコン、体操、陶芸、茶道、
手芸、歴史などさまざまなサークルが活動しています。当館が皆さんとサークルを仲介いたしますので、生涯学習のきっかけをお探しの方、ぜひお問い合わせください。皆さんのご利用をお待ちしています。